アウディは、新型 Q7 のハイパフォーマンスモデル新型 SQ7TDI の画像と概要を公開した。Q7 はアウディのフラッグシップ SUV であるが、そのモデルのパフォーマンスモデルが新型 SQ7TDI である。世界初、ターボラグをなくし、燃費性能向上も実現する電動コンプレッサー EPC エレクトリックボエレドコムプレッサールを採用した。新型 Q7、全長 5050mm、全幅 1970mm、全高 1740mm、ホイールベース 2990mm、現行モデルよりも 37mm 短く、15mm 低いサイズのボディを採用。今までよりもスポーティなモデルとなっている印象がある。また、新しい軽量設計 MLB プラットフォームを基盤とするほか、フロントフェンダーやボンネット、テールゲートなどにアルミニウム素材を用いることで、従来モデルに対して 325kg も軽量化、26% もの燃費改善を果たしているそうだ。V 型8気筒、4リッター、ディーゼル、ツインターボ、ガス、電動コンプレッサー、可変給排気システムを採用。最高出力 435PS。最大トルク 91.7kgm、1000の 3500rpm。ミッション発足 AT。駆動 4WD。0から 100km、H 加速 4.8 秒。最高速度 250km、H、リミッター。欧州複合燃費 13.5km L。 タイヤサイズ 285-45R20 22インチもある電動コンプレッサーと電動機械式アクティブロールスタビライゼーションを駆動する 48V リチウムイオンバッテリーを搭載。セルフロッキングセンターディファレンシャル連動クワトロサスペンションにエアサスペンションとアジャスタブルショックアブソーバーを採用。オプション、ドライビングダイナミクスパッケージ、スポーツディファレンシャル電動機械式アクティブロールスタビライゼーションオールホイールステアリングをセット、セラミックブレーキ、マトリクス LED ヘッドライト。電動機械式アクティブロールスタビライゼーションは2分割されたスタビライザーに3ステージプラネタリーギアボックス付き小型電気モーターを組み合わせ、まずは欧州で2016年4月頃から販売を開始し、日本でも2017年に販売が開始される予定だ。本日はご視聴いただきありがとうございます。愛車を高く売りたい方、また現在所有するお車の査定金額を知りたい方は、画面下の説明文の URL を今すぐクリックしてください。傷だらけでもへこみだらけでも問題なし。廃車覚悟の10年落ちの愛車が売れた。無料であなたの車を65万円高く売る方法を公開中。詳しくは説明文の中のアドレスをクリック。なお、ご視聴した車チャンネルの動画の評価もよろしくお願いいたします。グッドクリックやコメントの機能からあなたの評価をお待ちしています。今後も他の動画を視聴いただければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございます。